会優勝ゼロムレバンナ。あるぞ、さあ、ディアンバー、スケルトン、ダイスの H も打ち切った、打ち合いになった。ワールドグランプリメルボルン大会優勝、アーネスト・ホースト。ワールドグランプリ名古屋大会優勝、アレクセイ・イグナショフ。見事なノックアウト。ワールドグランプリラスベガス大会優勝、ステファン・レコ。この4名に加え、ジャパングランプリを制したニコラス・ペタスの5名が東京ドームで行われる決勝ラウンドへ駒を進めた。そして残る3名の枠のうち推薦枠を除く2名を決めるためのいわゆる敗者復活トーナメントが福岡で行われる。これまでの大会で惜しくも敗退した8名が2つのブロックに分かれて文字通り最後のチャンスにかける。ただでさえ熾烈なワールドグランプリシリーズのトーナメントが一層激しい戦いとなる。2001年の K-1 ワールドグランプリシリーズは新世紀にふさわしく多くの戦いで新旧交代を感じさせた。去年までのベスト8ファイターたちが次々とショッキングな敗北を味わった。そして福岡でも必ず誰かが夢を絶たれる。だがそれは今年の K-1 が極めて高いレベルに達したことの証明でもある。格闘技界を見渡してもこれほどシビアな戦いを長期間続けている例はない。 K-1 グランプリの覇者こそキングオブキングス。果てしなきサバイバルロードの終着点にたどり着く者は誰なのか。今日のテーマはズバリ完全燃焼です。本当に選手は最後の1分1秒まで決して諦めないでネバーギブアップ、その精神で戦っていただきたいと思っています。名誉ある決勝ラウンド進出者の5名が登場した。ホースト、バンナ、イグナショフ。レコ。そしてペタス。彼らはリングサイドで最後に残る2名が誰なのか、戦いの行方を見定める。そしてそれぞれが決勝ラウンドに向け新たな闘志をかきたてる。ワールドグランプリ in 福岡は2つのブロックに分かれ4名によるトーナメントが行われる。このうち優勝した2名が東京ドーム出場の資格を手にする。
пускай волнуются другие. セルゲイ・イバノビッチはラスベガス大会で予想を裏切り、フランシスコ・ピリを判定で下す金星を挙げた。勝ち名乗りはセルゲイ・イバノビッチです。しかしピリオ戦で受けたダメージは大きく、優勝したレポに圧倒されて涙を飲んだ。Да, я буду уже, исходя из того, что я вижу и с ним дрался, я буду строить свою тактику. В этом бою, когда будет, я буду строить свою тактику. Уже я думал, как вести бой правильно, чтобы выиграть. Для меня ничего страшного, буду выигрывать еще тактики и техники. Стараться выиграть за счет тактики и техники. したイグナショフにムエタイスタイルを叩き込んだのはこの男。今大会参戦選手中最も軽量だが、それを補ってあまりある合理的な戦法が強みである。500年の伝統を持つムエタイを我が物にしたイバノビッチが空手家フィリオを返り討ちに合わせんと冷たい炎を燃やす。 So Francisco, it's the fight day. How are you feeling? Ready to go. Whatever will be the result, I mean, I will do my best. So, I'm ready. K のリングに戻ってきたフランシスコ・ピリオ。ラスベガス。イバノビッチの老快な戦術に手を焼いたピリオだったが、最終ラウンドついにダウンを奪う。だが、下された判定は意外なものだ。勝ち名乗りはセルゲイ・イバノビッチです。Foi, de um certo ponto, foi ótimo, porque você faz com muito mais energia, com muito mais vontade. Você quer mostrar realmente alguma mudança, você quer mostrar que você melhorou. Então, de certo ponto, até que foi bom tudo isso ter acontecido. De eu ter parado e depois, de repente, ter perdido e agora ser a última. Então, isso vai aumentando, vai te dando mais força. É mais importante para mim vencer essas lutas do que se classificar para o Grand Prix. Eu estou mais preocupado em vencer as lutas. Depois, o que vem depois é outra coisa. Obviamente, você procura lutar com as pessoas que você perdeu já. Então, no caso, tem o Mike Bernardo, tem o Jerome Lebana. Então, esses dois seriam algo muito interessante.
ビッチに屈辱の1回戦負けを喫したラスベガス大会。空手にはない攻撃のオプションを持つムエタイスタイルはピリオにとって鬼門なのか。だがもうそんなことは言ってはいられない。空手家の極真世界王者の誇りにかけて、今はただイバノビッチを叩きのめすのみ。初戦の相手はラスベガスで悔しい思いをしたそのセルゲイ・イバノビッチです。さあ決勝に進めるかフランシスコ・フィリオ、まさかね、最終予選のトーナメントが今始まりました。まさかねフィリオがねここにねここに出てこなきゃいけないっていうですね、本当に信じられないんですけど、はい、今年はそれほど花が多かったですよね。そうですね。AC 館長フィリオはとにかく一度やられた相手に借りを返さないと先には進めないんだ、そういうふうに熱く語ってましたが、それはその通りですよ、この辺で決まるじゃダメですよね。ここででもフィリオいいですよ、これすんごいやる気、つまずくような選手ではありません、うん、左を気をつけた方がいいですね。左から右、一瞬前が詰めすぎたんでしょうか。クリーンヒットしませんでした。下半身パワーを貯めてそれを一気に爆発させるという感じ、はい、左のクッ、さあこの打ち合いはどうか、効いたか、りましたよ。左のクッテンプル当たりを捉えたか、クリンチが前ですよね。クリンチで逃れました。セルガイ・イバノビッチまた詰めていく、左のクッ、あイバノビッチ我慢した、ここは耐えました。イバノビッチしかしいい角度で入りました。さらに追い詰める、さらに追い詰めるフランシスコ・フィリオ、一旦角田レフリーは分けました。フィリオ選手というですね、ここのところなんかちょっとやっぱりキックスタイルにですね、同化しようとしてて、なんかぎこちない部分が見えたんですが、なるほど、今日はなんかちょっと空手って感じいいですよね。左の奥から右ストレート、パワーで圧倒していこうというフランシスコ・フィリオ、パンチキックのコンビネーション。さあ左のフック、これも引っ掛けるようなパンチ、さあ左のフック、この首相撲を振り切ってクリンチを振り切ってパンチを出せるか、一旦ブレイクです。さあそのコンビネーションを見せられるか、第2ラウンド残り30秒を切っています。右のローキック2発、今のうちの攻撃はですね、はい、やっぱ本当フィリオに比べれば全然効いてないと思うんですけども、やっぱねアマチュアのムエタイの世界チャンピオンで、はい、技術はいいですよね。右のストレートが当たりを捉えました。今日は動いていこう、そしてスピードで相手を上回っていこう、そう話していたフィリオ。さあ連打、ここで行く、右のクククリンチで逃れる、今のピッチはクリンチで逃れる、マリコさんちょっともどかしい展開になってますね。そうですね、クリンチが上手いですね。さあ右のアッパー4発5発、もうクリンチの上からでもいいから、クリンチ下でもいいから打ちたいですよね。フリオのパンチってブロックの上からでもいいから効くんですからね、はい、さあ第3ラウンドも半分を過ぎました。フィリオはこの硬い守りを突き崩せるのか、右ロック、さあこれはまたここがクリンチ、やはりこう2発以上続けてもらってくれないですね、このイバノビッチというのは。右ロック、あ右のショート危ないですよ、危ないですね、今のブロックパンチはやばくないですね。カウンターも狙ってきています。出るとやっぱ狙ってますから、ハイキックに中に入っていく、クリンチに来る、振りほどこうというフィリオですが、またブレイク、危ないですねフィリオ。ラスベガスの借りを返すことはできないのか、構えを変えてフィリオがなんとか中に入っていこうという、もうどんどん行きたいですよね。フィリオ自身のね、はい、フィリオとしてのこれ証明ですからね、さあ空手の世界王者として極真の名を背負っている以上、ここで足踏みするわけにはいかない。ラスト3秒倒せるんですか、残り10秒すでに切っています。このまま判定になるのか、飛び込んでいった右ロック、さあロックはしかしここでゴング、イバノビッチも根性あるな。フィリオがイバノビッチの顔面を捉えたところでゴングです。第3ラウンドが終わりました。一旦判定に持ち込まれます。
前へ前へ出ていって、そしてこの顔面を何度となく捉えているんですが、捉えてますね。だから連打を許さないんですよね、イバノビッチが。連打まで持っていくことができません。ラスベガスではイバノビッチの手数の前に悔しい判定負けを喫したフィリオ、自分が出てるのをどう見ているか。判定の結果をお伝えいたします。さあ注目の判定です。ジャッジ川田康夫30対29、赤フランシスコフィリオ、差がつきました。フィリオジャッジ大森の勝利、30対27、赤フランシスコフィリオ、フランシスコフィリオです。30対28、赤フランシスコフィリオ、判定3対0、ようやく今笑顔に変わりました。フランシスコフィリオ、世界最終予選決勝へと向かうのはフランシスコフィリオです。やはりダメージを奪ったという。そうですね、パンチが的確に当たってたのは、はい、フィリオ選手当たってますけど、連打がなかったんでね、はい、動きが途切れたんで、選手の結果が怖かったんですよね。3対0フランシスコフィリオ、いよいよあと1つでグランプリファイナルです。Francisco, first of all, congratulations. No. Well, you looked a little stiff. Yeah, that was not my plan, believe me. I think you didn't kick too much. No, I was concerned about the crunches. You cannot try and look for a one-punch knockout. Forget about that. If you hit him clean, he's going to fall. But you have to be quick enough to hit him a clean shot. All right. You hear that? You agree with that? Yeah. And when we're saying short work on the inside, go up, around, up again. Lift his head up. You got to pop it up. Pop, pop, pop. Just quick. You have all the weight in your hands. You have all the weight in your arms and your body to knock him out. You just have to hit him. That's all it is. It's a fight day. How are you feeling now? A little bit nervous as usual because it's a little bit pressure now. Today's the day, the big day. Just concentrate. How about a word to Matt before the fight? Matt, good luck. Make the best man win. Nagoya 大会で本命と目されたベルナルドと戦ったバンダムは互角の戦いを演じた。敗れはしたものの、ベルナルドの負傷危険により決勝に進出した。決勝ではイグナショフの膝攻撃に苦しみ、ペースを握られて惜敗。だが改めてその強さを知らしめた。But a little bit of anger, it's the last fight. But I'm gonna show them now that they can't steal me anymore. I'm gonna show them now that they can't steal me anymore. Yeah, I'm gonna show them that they can fool around anymore with fighting them. But I'm gonna do my best harder. I'm gonna show the fighting spirit, a little bit aggressive. I'm gonna show them the real Shakiriki style. This. ロイド・バンダムの武器はいかなる大木をもなぎ倒す殺人ローキック。それに匹敵するのが
これまで一度もダウンを経験していないという打たれ強さだ。不沈艦バンダムが今年こそ東京ドーム進出のためにいかなる相手であろうと蹴って蹴って蹴りまくる。 So, morning and it's the fight day. How are you feeling? Yeah, I feel alright. Just relaxed really. Just chilling out. Not much to say. メルボルン大会決勝、グランプリ2連覇のホーストに対してスケルトンは持てる全てをぶつけた。その結果ホーストはいつもの華麗なコンビネーションを捨て去り、泥臭い打ち合いに臨むしかなかった。惜しくもスケルトンは判定で敗れはしたが、ホーストをあわやのところにまで追い込んだ。スケルトンの評価は高まった。Well, not really. I mean, I think I'm quite an aggressive fighter anyway. I think I either have to fight on the inside, obviously take away the kicks or be well out of range or anything coming up. I think what it is, I was standing still too much in one arm position, so obviously he was able to constantly keep firing those leg kicks off. I think it's just a lot of movement and variation in the fight, and that isn't me. I'm just going to try and have my fight, and obviously hopefully the crowd appreciate it, but obviously my aim is to try and win the fight. バンダムに劣らぬ打たれ強さを誇るスケルトンのファイトスタイルは肉体の強さを最大限に生かしたもの。重戦車スケルトンが前進を始めたらもう誰にも止められない。オランダのバンダム対イギリスのスケルトン、ヨーロッパヘビー級のスーパーパワー対決はどちらに軍配が上がるのか。ビデオも控え室でおそらくこの結果を見つめていることでしょう。試合開始のゴングが鳴り渡りました。マリンメッセ福岡、果たしてどちらの槍が折れるのか、どちらの盾が割れるのか。2人ともピーターアーツだろうがアーネストホストだろうがですね、倒れないですからね。倒れませんからね。しかもですね、2人ともギリギリまでもうやられるというかですね、はい、かなりトムハリック会長はこのノイド・バンダムに期待をかけているようですがね、うん、そうですね。マットはもっと前傾で前にプレッシャーかけていくタイプなんですけども、割とこれヒットアンドアウェイをやってますね。そうですね、やっぱローキック嫌いの嫌だっていう構えをしてますから、これはあまり良くないですね。マットスケルトンの意外にもっと前にガンガン出てくるラッシングファイトを見せるかと思いましたがね。そうですね、良さが出ないですよね、やはり。石井館長も前に出て、うん、接近戦で行った方がマットスケルトンの良さは出るだろうと思ってね。そうですね、やっぱシラフハイトがマットスケルトンでしょう。こんな珍しいですね、谷川さんね、ヒットアンダーウェイ戦法を見せるマットスケルトンというのは初めて見ましたが、ローキックが怖いんでしょうね。とにかくこのロイド・バンダムの武器は鋼のローキック。このローはあっと右のハイキックおーローと見せかけて最後はハイです。5センチ高かったら言ってましたね、いい蹴りでしたね。いや驚きますね。いや実はねロイド・バンダムって体やかくて、ハイキック得意なんですよね。あそうなんですか、ちょっと我々ローキックの方にどうしても目をね奪われてしまいがちでしたが、ノブ選手の方にですね、ロイドのハイキックで倒されたっていう。あそうですか。道場で何回もあったみたいですね。このキックを封じ込めるためにはマット・スケルトンはとにかく接近戦をというふうに試合前には話していました。そうですね、やっぱこれ試合トーナメントなんで、3分3ラウンド右ストレート、はい、だからもう彼のですね、左ガードを破るには、もう攻めて攻めて攻め抜かないとダメですね。そうですね、ちょっとこれは途中で作戦切り替えてくる可能性もありますね。後継になるとね、ロイド・バンダムの思うツボなんですよね、はい、体重を思い切りかけてローキー蹴っていけるでしょう。とにかくマット・スケルトンという選手は相手の戦略を完璧に破壊する、潰してしまう強さがあります。アーネスト・ホーストでさえ谷川さん、はい、自分の戦いできませんでしたから ね、あれ本当判定もうギリギリの僅差ですからね、あわやマット・スケルトンかという声もあったぐらいの非常に微妙な判定でした、ホースト戦。一方ねロイドはね、はい、ロイナルドにね、そうでした。
素晴らしい戦いを共にトップクラスとやっている選手の対決、不沈艦対決第1ラウンド終了です。3分3ラウンド制、今第2ラウンドが始まりました。またハイキックを見せましたロイド・バンダム。とにかくトム・ハーリック会長は、今のロイドはフィリオが来ようがバンナが来ようが誰が相手でも構わないんだと、最初の試合を確実に取れば決勝は誰が来ても勝てる、こんな風に豪語しています。そのぐらいなんか調子良さそうです ね、 ですよね。さあ一茂さん、はい、第1ラウンドご覧になっているこの2人の印象はどうでしょう。そうですね、やっぱりあのバンナム選手のローキックですか、本当にその顔面のパンチとかって本当気にしないで思い切ってこう体重乗っけて蹴ってるなっていう、まあ、あのいつものことなんですけども、はい、入ってきたところを膝で待とうというスケルトン。でも、はい、でもね、やっぱしこれですね、今の膝を見せました。また膝、そう、今度ボディー、ロイドバンダムのボディーだ。すごい打ち合いですね。そして、おっと打ち合いに変わる。おー、ノーガード。そう、そしてロスキック、これです。来た、これでいかないと思いますね。驚異のラッシングパワーだ。さあ、しかし右を返したバンダム。待って、打ち合いになった。終了間の対決になった。入ってきたのはマット・スケルトン。ちょっとスケルトン来ましたね。この右ですよ、これが強さ、これがマット・スケルトンの強さ。ちょっとバンダムの勢いが怪しくなってきた。1分30秒経過。さあこの第2ラウンドはスケルトンのラウンドになった。おお、ノーガード、ノーガード。この異様な雰囲気はなんだ。マット・スケルトンのこの表情を見ろ。開き直ったよね。すごいですね。いや、完全にスイッチを切り替えてきました、マット・スケルトン。これじゃないダメなんですか、これですね。いや、のりかさん、ちょっと身震いしますね、これ。すごいですね、体勢がなんか切れちゃった感じで、2日目のパワーがもうこっちまで伝わってくる。で、ロイドが今度下がるでしょ。下がりましてね。そうすると、ローキックが効かなくなる。そうですね、ローキックが後傾姿勢で出してますから、全く効きませんね。下がっちゃダメなんですよ。いや、どうだという表情でマット・スケルトンがパンチを出していきます。いや、今は何かこのスケルトンの表情が一変した。いや、まさに大魔神に今変身すという状況にマット・スケルトンがなった。おっと、どうだ、右狙いさを定めての右飛び込んだ。アッパーだ、マット・スケルトン。どうしたこの動きの軽さ、完全に1ラウンドとは別人です。最後も左を伸ばし、そして最後睨みつけて赤コーナーに帰っていく。第2ラウンド、マット・スケルトン一気の逆転です。分かんないね、全く分かりません。これでもすんごい声しますよ、マット・スケルトン、さあ、いよいよ最終ラウンドに入ります。ほら、全くほら構え変わってるでしょ。前傾になったでしょ。赤いグローブをつけている、今背中になった、こちらがマット・スケルトン。今度マット・スケルトンの構えなんですよ。第2ラウンドから完全に変わりました、マット・スケルトンです。ロイド・バンダムってガード硬いんですよね。今、青いグローブを固めて、ガードを固めていくロイド・バンダム。あのガードを吹き飛ばすよね。いや、あのレイセフォーのようですね、これね、この戦い方。マット・スケルトン変わりましたね。変わりましたね、スケルトンが。いいですね、いい表情。そしてこのマット・スケルトン、あ、聞いた、ローキックが聞いてますね。そして今度は膝、ローキック。ちょっとマット・スケルトンが嫌な表情をした。ローキックの守備範囲には入らない方がいいですね。射程圏内にいない方がいいですね。左が効いてますね。逆にロイド・バンダムはやはりこの鋼のローキックで活路を乱すしかありません。1分経過、最終ラウンド。また膝を出す、マット・スケルトン。ちょっとロイド・バンダムペースにはなってきますよ。マット・スケルトンの動きどうでしょうか。今また下がってきましたね。下がりましたね、ちょっとこのローキックが再び効き始めたか。効いてますね。ハイキック、これはかわした。そして右ストレートが左、これもかわす。足を使うマット・スケルトン。でも2人とも本当に倒しにいってますよ。そうですね、確かにフットワークを使って動きのあることを考えるんだというふうに赤いグローブ、マット・スケルトンは言っていましたけれども、これほどまでに華麗なフットワークが見られるとは思いませんでした。しかしそのフットワークを封じるかのようなローキック。いや、俺は聞いてない、そんな表情をスケルトンは見せているが。聞いてますね。えでして、こういう時は聞いていいんです。聞いてますよね。さあ、またローキック、しかし右のストレートをかまわず入った。そして足を掴んだままミドルキック。ゲームロック決勝に進むのはどっちだ。でもマット・スケルトンはもうちょっとパンチ出さないとダメですね。出したいですね、パンチ打ちそうですね。さあ、また右ストレート返していくマット・スケルトン。そしてローキック、ロイド・バンダム追い詰めた。ロイド・バンダム、ロイド・バンダム詰める、右ストレート。残り15秒、さあどっちだ、ロイド・バンダムかマット・スケルトンか。最後のパンチはどっちだ。膝は出せない、ローキックが出るか。右ストレート、マット・スケルトン、右のストレート、手応えを感じたか。右のグローブを積み上げたマット・スケルトン。
イド・バンダムも一歩も譲らない素晴らしい試合になりました。この不沈艦対決、玉砕戦になっちゃったんですけど、判定ちょっと微妙ですね。ジャッジ・シマミツオ30対30ドロー、ジャッジ・東マサミ29対29ドロー、ジャッジ・ナリがドローです。30対29、赤はマット・スケゾン、以上1票はマット・スケゾンに入りましたが、2票に達しませんと規定に達せず、これから延長戦に入ることになります。大変なサバイバルマッチとなっています。さあ延長戦、今開始のゴング。これはね、もう本当にね、2人ともパワーありますけど、はい、気力の勝負ですよ。本当そうですね、もうあの最後の方はどっちも頑張れというふうに藤原紀香さんが叫んでいらっしゃいましたが、ね、何かそういう気持ちになるぐらいいい戦いを2人してますね、やはりこの辺りは最終決戦というね、世界最終予選という気がします。さあ一茂さん、この延長戦の予想、一茂さんどうですか。そうですね、まあ、手数あの、ね、3ラウンドまでマット・スケルトン選手だと思うんですけど、そのやっぱジャッジの中でそのあんまりダメージがね、バンダム選手ないという判断じゃないんですかね、はい、あ、なるほどね。やはりロイド・バンダム、青いグローブ、こちらの鋼のローキック、このローキックが徐々にマット・スケルトンの左膝を蝕み始めています。また左へのローキックです。延長はこのラウンドだけの判定ですからね。そうですね、このラウンドだけの判定です。気抜いちゃダメですね、はい、本当に。しかしマット・スケルトンも依然としてあの小気味のいいフットワークは使っています。そして膝を出していく、この膝がいいんですよね、はい、こちらが決勝に進めるか。 A ブロック、ね、負ければその瞬間に地獄の板が落ちます。残り1分、マット・スケルトンだけど気力振り絞ってますよ。本当ですね、相当足痛いと思いますけど、どちらも相当なダメージがあるはずです。さあ前に出る、それでもマット・スケルトンは前に出る。これがやはりあのピーター・アーツが四天王に匹敵する力があるといったね、マット・スケルトンの底力かもしれません、しかし道場着陸の威信をかけて乗り込んできたロイド・バンダム、まだそのカーネルローキックは打ち続けている。今度はハイキック、わずかに外れた。ギヤリと笑ったマット・スケルトン、右のボート、右のフック、ロイド・バンダム、もう残り30ね、もう残り30、あともう最後の戦い、もう本当に記録ですよね。どちらが決勝に進める、フランシスコ・フィリオと戦うことができるのはどちらか、そして夢破れるのはどちらだ。勝ちでも出した方が、残り15秒、難しいな、これは難しい。右のフック、そしてボディ、膝を返すロイド・バンダム、そしてボディを叩き込むマット・スケルトン。重量対決、重量間金冠対決はエキストララウンド終了です。いやー、これはどうでしょうね。今微妙ですね、放送席でほとんどの方々が頭をひねってらっしゃいますが、この2人ね、良かったのは、はい、本当につかみ合いしてなかったことですね。そうですね、普段のマット・スケルトンって本当つかみ合いするんですけど、結構ありましたね、これまでも注意されることがたくさんありましたが、ローキックがあるから、あえて離れたことがすごいいい勝負になりましたね、本当にね、これまで見たことのないマット・スケルトンを見せました。さあ判定です。ジャッジ・島光雄10対9、青ロイド・バンダム、最初の1票はロイド・バンダム、10対9、青ロイド・バンダム、ロイド・バンダム、三者とも、ロイド・バンダム、3対0の判定、ロイド・バンダムがこのフランシスコ・フィリオと戦う、今一瞬歪んだフランシスコ・フィリオの表情は何を意味しているのか、鋼のローキックが決勝戦に進みます。ちょっとスケルトンかわいそうでしたね。そうですね、よく頑張りましたけども、よく頑張りましたよね。今日本当にね、まあ本当にいいファイトだったって褒めてあげたいですよね。そうですね、しかし最後までマット・スケルトン倒れることはありませんでした。決勝に進んだのは道場着陸の威信をかけて鋼のローキック、ロイド・バンダムです。バンダムが勝ち上がった瞬間、フィリオは何とも言えない複雑な表情を覗かせた。それは明らかに苦難を見据えたものだった。Lloyd, congratulations. Thank you. How are you? Any damages? No damage.
was a little bit slow. Started slow. With a little bit of pressure. Now I feel okay. Now you feel okay. Next is Filio. How do you feel? I feel good. Yes. Word to Filio before the fight. Good luck and make the best man win. Hi. Congratulations. You give the money over? Yeah. Second round is I give the Krijg je een beetje vat over, maar de vierde ronde, je bent veel sterker dan hem. Je ziet het met alles. Met alles. Voel je nou dat het goed gaat, hoor. Nu laat je niet meer vrij, hoor. Nu laat je niemand meer afpakken, nou, hoor. Wat doet die gek? Dan trap je hem toch? Well, Adam, it's the fight day. How are you feeling now? Yeah, I feel good. I feel very strong. Weight's good. Ready to go. This is the time I like before the fight. So we'll, in a couple of hours, we'll be out there amongst them. Yeah, Mike's going to be one of the hard hitters. You've been asked this so many times, but how do you feel about that? Well, it's no secret what Mike's going to do, so I've had plenty of time to train for what he's going to do, so let's just hope that all my training will come off. Osaka 大会、アダム・ワットは準決勝を KO で突破し、バンナの待ち受ける決勝へと進んだ。しかし、take this to him. Once I got shown that I must take it, I've given 100% training for it. And when I sleep, I feel it's the right thing to do. I have a career in boxing where I could stay a cruiserweight, kickbox, or I could not fight at all. I think the hardest out of all of them has been to take this K-1 fight, so, and especially against Mike Bernardo. So, I mean, it doesn't worry me that, you know, the biggest test is the one I'm taking, because, you know, if you come the two roads, you know, you must always take the hardest one. Don't forget, I was Uchideshi, Saito Kata, for 4 years. And this is what I shall bring into this. K-1、ボクシング、ルテンの格闘人生を歩んできた男は2002年での引退を決意した。その集大成として K-1 を選んだワットは、対戦相手がベルナルドとなって一層燃えている。共にボクシングでも大活躍しているだけに、高度なパンチの応酬が見られそうだ。モーニングマイク、How are you feeling todayAs always, nervous before the fight, but otherwise I'm feeling good. I'm ready to rock and roll. Ready to rock. Hey, can you give us all the fans a message? As always, I'm always going to give an exciting fight, a hard fight, and you all know who the winner is going to be, so keep watching.名古屋大会に参戦したベルナルドは、
バンダムのパワーとローキックに苦しめられ、そして突然のアクシデント。これやっぱ気持ちで負けた方がね、タスクムに打撃が入ったようです。It's like the Grand Prix has been eluding me for some time now, and I think that I truly believe in my heart that this is my year to win. So I'm going to give it my full shot, you know. And what be must be. What is fate is fate. As long as I know that I give my 100%, even more than that, 150%, then I'll be happy. But I definitely, without a doubt, 1-2. And I'm going to win the Grand Prix this year. Well, I'm just going to dominate from round one, you know, take charge of the fight and do what I want to do. Not let him dominate the fight, let him take charge. So just get him in and do my work. Do what I planned and take the fight to him. マッチに送る爆発的な強さは K1 でもナンバーワン、バンナとの対決でも再びそれを証明してみせたベルナルドだが、グランプリでは96年準優勝が最高位、悲願の優勝への思いは誰よりも強い。しかし今年もアクシデントが彼の道を遮った。与えられた最後のチャンスにかけるしかない。今は亡きアンディへの誓いを果たす場所、ベルナルドが輝くにふさわしい場所は東京ドーム。そこにたどり着くしかないのだ。さあいよいよ注目のマイク・ベルナルドの初戦です。いきなりのラッシングパワー炸裂か。さあ今ゴングが鳴る。軽くグローブを合わせた。いやー、のりかさんドキドキしますね。そうですね、やっぱり待ってたでしょうね、はい、のりかさんもね。これまで本当に数々の不運をこのベルナルドを襲ってきましたが、谷川さん、今日は何もアクシデントなくね、はい、そうですね、ただ入場見てたらですね、アドモアットの気合がすごかったですね。確かにそうでしたね。今回ですね、10キロ体重を上げてですね、ヘビー級の体になってきたんですよね。パワーをつけてきましたね。あの大阪の大会ではですね、80キロ台でしたから。なるほど、そうですね、そして石井館長、はい、アダム・ワットの怖さどういうところにありますか。いろいろ秘密兵器持ってるんですよね、はいはい、これおっと今バックスピンです、はい、あとバックハンドブロー、バックハンドブロー、これジェラルド・ゴールド一発で KO してますからね。ジェラルド・ゴールドを一発でノックアウトしてる、そうですね、あと膝蹴りも得意です。膝蹴りも得意ですよね、彼は本当に空手ワールドカップの時代から、おっとノーキック、これはスリップ、これはスリップ、ずっと空手の試合も出てますし、かつては青銅会館で4年間の試合、レードスピリットも持っているアダム・ワット、本当に初期の頃からずっと戦ってきてる選手ですね。そうですね。でボクシングに転向して、はい、世界に挑んで、はい、それで敗れて、でやっぱ最後の、うん、自分の花道を K-1 に見出したと。そうなんですね。なんかやっぱ長い歴史がありますよね。ここが最後の終着駅、何かそういう決意のリングというような思いがアダム・ワットの表情に見えます。しかしそのアダム・ワットを相手にしてマイク・ベルナルド、ここで負けるわけにはいきません。本
当ボクシング対決ですよね。そうですね。あー危ない、リーチの、はい、あの長さはアダムの方がありますから、はい、しかし意外にマイク・ベルナルドは落ち着いています。しますね、もっとラッシュかけてもよかった。左フックうまかったですよね、アダムだったね。あの体を入れ替えながらフックするのはあれマイク・ベルナルドが得意なんですけどね、はい、あのジェロムの時もそれを倒したし。さあそれでは先ほどのシーンもう一回見てみましょうか。反射的に繰り出されたワットの左フック、見事にベルナルドの案を捉えた。ボクサーとして何万回も放ち身に染みついたパンチ、それが劇的な勝利を呼び込んだ。この一戦に全てをかけていたワット、友人たちを自費でオーストラリアから呼んだというのもその表れだろう。それに対してベルナルド、ボクシング対決には自信を持っていたのか、ベルナルドのガードは確かに甘くなっていた。彼は1回戦を通過点としてしか見ていなかったのか。2人の思いの差が残酷なまでに結果となって現れた。どうも。Good fight. Good fight. Celebrate after.He's gonna relax, right? He's gonna make the next fight. Okay. Mike, tell us what happened. Oh, I got knocked down. I got knocked.That's why the game goes, you know? Nothing I can do about that. What did he catch you with? I think a left hook in the beginning, and then just a combination of punches. I still was dead and recovered, but that's where it goes, huh? You weren't fully recovered when you got out the first time? Sort of, yeah. But, so. What did you do wrong, do you think? Everything. Everything, I think I did everything. A word, the way it goes. A word to the fans? Sorry. That's where it goes, eh? I don't know what to do now. It's the way it is. What's next? We'll see. I don't know. Would you fool what you in the hand? Weet je van die begint af? Heeft hij weg van de hele jongen? Hij heeft niks gemaakt. Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft net gemaakt wat hij wil. Was het een lift of was het een harde lift of gans? How did you feel when you went into the ring? I felt alright, I felt good. I mean, those things, right? I was just trying to get set. I was just trying to, yeah, he was getting space, he felt comfortable with that.
but I was just trying to get set. You know what I mean? I was trying to find my range, and he was just. Before I was fine. Eh? Before I was fine. Well, you know, again, thank you for being there for us and supporting us to the bitter end. It's one of the tournaments that's going to count. So, you know, keep supporting us and God bless to you all. If we don't see you for until next year, Merry Christmas to you all and have a Happy New Year and be safe, enjoy life and take care. God bless. Thank you. Thanks, Ingela. Thank you. この大阪の決勝大阪大会1回戦レイ・セホーは凄まじいまでの強さを見せた。だがセホーは腰と背中に痛みを抱えたまま戦っていた。1回戦でその症状が悪化、無念にもドクターストップとなり、続く準決勝を棄権することになる。You know, for me, it's like the last probably 3, maybe 4 years. I mean, just like a go forward fighter. In this tournament, I like to be a bit of everything. A bit cheeky, a bit forward, a bit fancy. You know, I just want to be able to go in there, relax and enjoy myself. And hopefully that will allow me to throw and do what some of the things I haven't done in a long time before. So, you know, for me, it's just, I'm just gonna just go out there and just relax and fight the best fight I can fight in the night. And hopefully entertain. It could be very good. でのボクシング修行はセホーを大きく成長させた。去年のグランプリ準優勝はその成果と言えるだろう。だが今年は腰や背中の痛みとも戦わなければならなかった。コンディションは万全なのか。その1点さえ克服されていればセホーはグランプリ制覇できるだけの実力を持っている。まずはこの福岡でもう一度強さをアピールしたい。Well, Mark, it's the fight day. How are you feeling now? A little bit nervous, but it's my last chance to make Tokyo Dome, so we'll see what happens. See what happens today. Yes. Have you talked to Ray at all? Yes, well, I've seen LA to Ray before. A lot of respect for Ray, so I see Ray earlier on, so yeah. Any difference in tactics that you were thinking of? No difference in tactics, just go out there and... Okay, thank you and good luck. Thank you and どうもありがとうございました、はい、yes? メルボルン大会で天田博美を一撃で沈め、準決勝でホーストに立ち向かったハントはなんと王者からもダウンを奪った。だが最後はホーストの反撃に遭い、
金星は逃した。今サーネスト放送左来ましたよ、来ましたよ、差をつけてるとね、しかしバックハンドは倒れません。I've been knocked to the ground in one of my fights. I don't recall being knocked out, but I have been floored once. It was a policeman. It was an amateur fight. It was a policeman. Tactics, just, you know, we've been looking and just going forward and just pounding, just going forward and running. Just going forward and trying to get the right shots in, clean shots. I've got pretty much nothing to lose. I've got pretty much nothing to lose here. If I make it through to the next round, it'll be to fight either Nagbarati or Adam Watt. It'll be a good experience too, so. アンナの剛腕パンチを受けながらダウンすらしなかったサモアの怪人マーク・ハント。不死身のタフマンは打たせるだけ打たせておいて丸太の腕から繰り出すパンチで大逆転する。123キロという巨体ながら鋭い動きを見せるだけにセフォーも気を抜くことはできない。この男が一気にトーナメントを制する可能性は十分にある。マットスケルというロイドバンデルより重いですからね。あのプロになってからは一度もダウンしたことないです。バンナも倒せませんでしたけど、話していました。マークハント、サーベステフォー、1回戦のゴングです。軽くグローブを合わしました。しかしこれが対戦の合図。右のストレート、右です、右、そして左のミドル、ね、気合入ってますね。あー、サイドクいきなりラッシュだ。迎え撃つベステフォー、しかしニュートラルコーナー膝。マークハント、マークハントが出る。いや、しかし笑顔です。笑顔を見せました、レイセフォー。笑顔を見せるときはやばいなっていうときなんですよね。ああ、そうですかね。いや、右のカウンタークロース、すごい。ボディ、膝で応戦していく。レイセフォー、膝が効いてますよ。今、顔が歪んでいました。右のローキック、向かい打つレイセフォーですが、マークアントの動きは止まらない。ちょっとローブローか。いやー、ノリカさん、すごいですね。いきなり飛びかかってきました。おっと、左、右ロック、効いている、効いている、レイセフォーが効いている。レイセフォーも黙っているわけはありません。左ロック、今度は効いた。レイセフォーのパンチも効いた。すごい殴り合いですね。共に剛腕、パワーには自信があります。サモアの怪人のこの復帰か、それともボーマの復帰か。右ロックが効いた。膝を返す、左の膝、マークハント。マークハント123キロあるんですよね。これ強いですよ。おっと、顔面を捉えましたが、マークハント効いているが、ちょっと下がっていた。右のクイダリアッパー、でもパンチ力ありますね。一発一発の重さではマークハントの方が上か。マジで逆転しちゃいますからね。いやー、セフォーにとってはこういう真っ向打ちが苦しいんですよね。セフォーに入ってくる、レイセフォーの右パ、右のローキック。そういうのもどうぞクルーザー級の選手ですからね。超ヘビー級じゃないですか相手は。相手はね、右ハイキック、これはやや浅い。いやでもよくあのパンチをお互い受けて立ってますよね。立ってますね。マークハント123キロ、その体重が全て乗ったパンチ。右のストレート、いやー、今もアボ打ち抜きましたよ。一茂さん、はい、ものすごい対決になりましたね。佐合選手の戦いっていうのはいつもこうですね。何かこうタイトロープなんですけどね、誰とでも噛み合うんですね。しかし一発逆転があります。お互いに一発のパンチがある。次の膝、はい、効いてますよ。表情を見て湧いている。あ、でもちょっと時折苦しい表情を見せますレイセフォー。それだけパンチが効いています。すごいな。
いや本当に、ね、ニュージーランド同士ですけども、やっぱりね、国内大会で意外とライバルシーンありますからね、なんだかんだして、日本人の大物対決もそうなんですけど、はい、燃えるんですよね、お互いに。初対決となりました、マークハント・レイセフォー、第1ラウンドからすごい打ち合い、残り10秒を切っていても、まだ目が離せません。右のフック、ここで第1ラウンド終了です。激しい打ち合い、ニュージーランド対決です。あのブーメランですね、ブーメラン2発放っていきました。ここからじわっと戻していきましたよね、高テンプルですね。しかしマークハント120キロを超えていて、レイセフォーも105キロあります。うわ、2人ともすごいな。肉体同士が激しくぶつかり合っています、リング上。ものすごい打ち合いになりました。よく立っていた第1ラウンド。さあこれから第2ラウンド。なんかお互い真剣に一撃でなんか打ち合ってるって感じ。そうですね、足を使わないですよね。左ノック、ジャブというよりかストレートですね。まさにストレートのようなジャブを放っていきました。一旦角田レフリーは分けます。ちょっとこの表情、のりかさん、レイセフォーがいつものような余裕がないですよね。そうですね、ポーカーフェイスのあの笑顔も少なくなってきましたね。それだけ効いています。苦しい戦いになっています。世界最終予選、去年準優勝のレイセフォーが苦しい戦いを強いられています。いや、みんなお互いも分かってるんですよね。引いた方がもう負けるというのはね、引けないんですね。引けないんですね、ここでやっぱ気持ちが慣れた方が負けなんですよ ね、 気持ちで立っている、そういう部分もあるかもしれません。右のボディ、右のアッパー、レイセフォー、テクニック的にはレイセフォーがうまいですけど、一発一発 の、 その重さっていうのはマークハントですね、こういう打ち合いになったらやっぱり体力というのはね、大きく左右しますから。あ、そう、もう作戦もいいですね。残念でした。しかしレイセフォーの目の前を赤いグローブが行ったり来たり、ものすごい打ち合いになっています。しかし本当にね、世界中から西野京はどこに行きましたか。レイセフォーの右アッパー、マークハントの足が止まるか。いや、前に出ていく。これ普通の選手倒れますけどね、さっきのアッパー。グッと倒れませんでした、あれだけ変えました。プロになってまだ一度もダウンを喫したことがないというマークハント。あ、でもセフォー良くなりましたよ。右のダブル、ここはセフォーの時間帯だ。顔面にこれだけパンチを浴びても倒れません。いや、バンナのあの強打を浴びても倒れませんでしたね。そうですね、左ノック、マーカント、だからもうね、レースをやっぱ一発すると重たいんで絶対気抜いちゃダメなんですけどね。右のストレート、顎を打ち抜いたが、でもね、やっぱよく打ち合ってますよね。右のアッパー、左ノック、完全に顔面を捉えている。もう下がりませんよ。パンチに何か向かっていきました、マークハント。マークハントすごいな、これ。顔から向かってきました、あっと、しかしちょっと隙間がないか、動きが、勇者ですよね、マークハントってやっぱすごいな、勇敢なファイターです、マークハント。顔で受けてますね。ダイノック、ダイノックダブル、よく倒れませんね。パンチをお互いに顔で受け止めるという恐るべき攻防をやってのけた2人だが、マーク・ハントが瞬間的に顎を引いて衝撃を若干減らしているのに比べて、レイ・セフォーはやや顎が上がり気味だ。そしてセフォー、右の目の下に大きなダメージを負った。セフォーだー、
エセオの馬の右がすごい跳ねてますよね。ちょっと心配ですね。心配ですね。ご覧のように頬骨、右目の下あたりもかなり大きく跳ねています。あれだけのパンチもらってるんで。ちょっと骨折するんですよ。ですね。さあ、1回戦ファイナルラウンド。激しい打ち合い。決勝はどちらが残るのか。左のジャブ、右のロー。蹴りに持ってきました、レイセフォー。もうそうですね、レイセフォーはやっぱちゃんとガードした方がいいですね。体重が、ね、20キロぐらい違うわけですから。一茂さん、この20キロの体重差、そしてこの打ち合いというのは考えられますか？そうですね、まあ、ボクシングだったら3キロ違えばね、はい、もう全然違うって言われてますけども、20キロですからね。今のアッパーもすごかったな。右のローキック、レイセフォー。これはもしかするとパンチで決着、相手を倒すということはちょっと難しいかもしれません。マークハントってすごいですね。何者かって感じですよね。まさにサモアの怪人、人間離れした打たれ強さです。本当世界にはいろいろいますよね。出てきますね、右のストレート。あー、右のあれってクロスですよ。本当にクロスカウンターで入っているんですが、しかし倒れないマークハント。あ、ここでレセフォーが行く。ブーメランが何度となく炸裂しています。そして確実に顔面を捉えています。顔が腫れているのセフォーですね。腫らしてきたのはセフォーの方ですね。一発の胸があります。右のストレート、クロスに打ち下ろした。なぜ倒れないんだろう。ないですね。ノリカさん、これ倒れないね、この選手は。全部吸収してるんですか。体に何かこう全部蓄えてるような、こんな選手初めて見ましたよ。印象もあります。でまたね、顔があんまり腫れないですよね。それが不思議ですよね。鼻血もあんまり出てないし。レイセフォーのパンチを、レイセフォーのパンチって言ったらね、ジェルムがね、こうちょうどあの福岡で一発で沈みましたからね。そうですね。さあ、そのアダム・ワットと戦うのはこれでも変わらないですもんね。レイセフォーなのか、それともマーク・ハントなのか。もうでもね、本当にもうね、でもなんかこれね、最後の一発まで分かんないですよ。そうですね、一発逆転がありますからね。マーク・ハントのあのパンチ力を見たら、やっぱレイセフォー最後バックハンドクロス、これ行かないとダメですよね。おー、バックハンドクロスを返していく。そしてハキック、決して諦めませんよね、お互いね。最後まで諦めず、そして最後まで立っている。恐るべしマーク・ハント、本当にあのブレイブハートですよね。あー、勝った。3ラウンドの続く試合、殴り合いが今終わりました。場内は大歓声、マーク・ハントへの大歓声です。なんかリングサイドで猪木さんが見てるんですけど、藤田選手みたいなね、体型して力強さがあって、確かに、ね、非常に勇敢なファイトを。こんなタフな選手見たことないですね。苦しみましたレイセフォー。これちょっと浴びたパンチの数とか数えてみたいぐらいです ね本当に。しかも顔で受けてましたからね、はい、2人とも。レイセフォーもすごいですよ、あの精神力で根性はですね。20キロ軽い中でこうやって受けに行ってましたから。最後のバカの怖いですね。これね、これちょっとタイミング的に、タイミングで危ないですよね。3ラウンド9分間フルに殴り合いました両者。判定に入りますが、まあ、顔を捉えている数でいきますとレイセフォーだと思うんですが、うん、でも鮮烈すぎるあのマーク・ハントの日本ね、復帰ですよね。やっぱり一回りにねすごくなって、マーク・ハントはやっぱり大きくなってきましたね。強い選手たくさんいますね。まあ、判定の時を待ちます。果たしてアダム・バットとの決勝戦はニュージーランドのレイセフォーか、同じ国のマーク・ハントか。ジャッジ・タマヤスを30対29青レイセフォー。まずはレイセフォーです。ジャッジ・リザマンを30対29青レイセフォー。レイセフォーです。判定の末レイセフォー3対
激しい戦いの証、右目の下の腫れがやや気になります。谷川さん、これちょっと心配ですね。ダメージの方も残ってるでしょうからね。選手ニュージーランド同士の対戦、素晴らしい激しい打ち合い、 K-1 の歴史に残るような激しい打ち合いでした。レイセフォーがマークハントを判定の末3対0で下し決勝進出です。Congratulations, Ray. Thanks, Joe. Well, that was su- what a fight. Yeah, it was good. When he dropped his guard and let you hit, what happened then? Oh, it was more of a pride thing, really. I can draw my guard as well. No. So that was it. No, the other one. Is your right hand okay? Yeah, it's a little bit blurry right now, but I see. Anywhere else that you're hurting? I think I pulled my hammy. I don't know. Not sure. What do you have to say about that? Just got to fight, really. Nothing else. Good luck. Good luck. Thank you. The guys are going, move. It was more of a pride thing because he wanted to go, you know? I just wanted to trade. You guys done well, mate. Thanks for having me in the corner. Thank you. Yep. How was it, mate? Hey? How was it, mate? It's a loss. He had a war. Just 1 month ago. Yeah, man, just 1 month. And the war was there. That's good, man. Mm-hmm. Yeah, man. One man go. This shit. Mark, what a fight. What a loss. It was a good fight, yes. Tell us about the fight from your... Can I say I lost it? So it was a hard fight. I tried to go out from the start, but just died out in the end. Yes. It doesn't seem like you're hurt at all. It takes a lot more than that to hurt me. And I think from the second round, in the middle, or second and third, you dropped the guard and you just said, hit me. I was just getting a bit frustrated, didn't it? I mean, I was thinking if he punches himself out, I can get a good one on him, he'll drop. But it didn't work like that. So. Just run out of gas. Yeah. Run out of steam. Your eyes stay on his left point, but if you can keep moving his fingers on the right side. Can you see that fingers moving on the right side? Yeah, I can just see it. はい、あの、動いてるのは見えます。But it's blurry. でも、はっきり指は見えないです。ボケてる感じ。眼線は綺麗なんですよ。ありますよね。眼線は綺麗で、出血はないけども、いわゆる眼球浸透症っていうのはあるかもしれないあと目をねこう上に上げたり下に Can you look up and down? Can your eyeballs move? When your eyeballs move up and down, does it hurt? Yeah, the right. 右は痛いです。If you had the chance, can you go another fight after this? Fight a bit of a rest if I want. Yeah, what if? Yeah.眼下底骨折という最悪の事態こそ免れたもののセフォーの視力は著しく低下してしまった。 K-1 史上空前のノーガードの打ち合いの代償はあまりにも大きかった。B ブロック決勝戦に進出を決めましたレイ・セフォー選手なんですが、
先ほどの試合終了後に右目の視力の低下を訴え、ドクターがチェックいたしました。その結果、眼窩底骨折などの重大なダメージを負っているという恐れがあるために、これ以上試合を続行させることは危険であると判断されましたので、残念ながらドクターストップがかかりました。よって B ブロック決勝戦は K-1 オフィシャルルール第12条第3項の3番を適用し、敗れましたマーク・ハント選手が敗者復活として決勝戦に進出いたします。ご了承ください。ということで、今このレーセポの表情もご覧いただいていますが、眼窩底骨折の恐れや谷川さん。そうですね、ですね、控え室すぐ見に行ったんですけど、それだけは大丈夫かなと思ったんですが、それがどん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 視力が低下してですね、下ね、ものすごく真っ青に腫れてますけど、残念ですね。激しい戦いでしたからね。これはレーセポにとっては無念のリタイア、ドクターストップということになりました。これで B ブロックの決勝はアダム・ワット対マーク・ハントということになりました。この結果、 A ブロックの決勝はフランシスコ・フィリオ対ロイド・バンダム、 B ブロックの決勝はアダム・ワットとマーク・ハントという組み合わせとなった。バンダムは倒れるのか、そうですね、フィリオは一撃で制すことができるのか。やっぱり特にですね、空手といえばローキックですからね、そのローキック対決みたいですね。共にローキックが得意技、重くてそして壊す、相手を壊すローキック、どちらのローキックが強いのか。さあ東京ドームへ行くのはどっちだ。決勝戦第1ラウンドのゴングが高らかになりました。パワーはですね、はい、体力的には5キロぐらいバンダムの方が重いんですよね、うん、だからフィリオも大きいんですけども、ロイドの方が大きいですね。バンダムが 112.5 キロ、フィリオが107キロ、そうですね、5.5 キロの差。だからその辺でプレッシャーで、ね、まずロイドが出てきましたよね。わあ、でもいいローキックですね。まずは重いローキックを放っていったのはロイド・バンダム、右ストレートカウンター。フィリオは果たして今まで一度もダウンを喫したことのないこのバンダムに対してダウンを奪うことができるのか。フィリオどうやっ
って戦うかですよね、どう思われますか、谷川さんは。あのロイドの攻撃というのはもう見えてるじゃないですか、ガード固めてローキックという形なんですけども、それに対してフィルがどういうふうにいくか、あの今のところですね、ローキックの蹴れをしようという感じはないんで、感じで攻めてくるんですかね。石井監督はどんな風に予想されますか。僕はローキックであのフィリオが負けるとは考えられないんですよね。ローでは屈しない、ストレートボディ、それも強いローですね。右のローを放ってきます、バンド。でもそれでローキックで負けたら極真じゃないでしょう。だから逆にローキックで倒してほしいなと思ってるんですけど、極真の名にかけてローキックで倒れるわけにはいかないというフランシスコ・フィリオ。あ、今のそして前蹴り、はい、これ前蹴りですよね、止めるには。森川さんも一発一発何かこう思わず声が出てますね。バンチキだ、バンチキだ、危ない危ない、バンダムの右フック、今の右来ましたよ、右のフック。もう一度ちょっと一瞬フィリオの表情に変化が現れました。打ち合うのか、ガードを固めた、ややローブロー、ローブローが、これは時間が止まります。再開します。角田レフリーからも今ワンコーション注意1という指示がありました。ロイドがね、強引に前に出てきましたよ。ガードをここはちょっと下げて前に出てきています。だから前蹴りの入らない位置まで入っちゃうんでしょうね。その前を詰めてしまって前蹴りを防ぐ、いいミドルだ、左のミドル。もう本当にね、中段がポイントになりそうですね。左のフックは空を切る、そこにカウンターを合わせていこうというフィリオ。これすごい駆け引きですよね、地味に見えるんですけど、お互いの、ね、距離と狙う箇所の駆け引きがすごいですね。パワーがありますから、まあ、フィリオ選手はですね、ワンダムのローキックは大丈夫だなと思うんですけど、パンチは怖いですね。パンチの方ですね、パンチは高いけど怖いですね。むしろパンチの方に気をつけていかなければいけないという、まあ、第1ラウンド見た感じではそうですね。左のジャブ、バックステップ、そして左のフック、右のフックダブル、右のフックダブル。これが一撃神話はこの右のフックで始まりました。フランシスコ・フィリオ、その神話が再びここ福岡から始まるのか。お互いにローを放っていきます。すごい神経戦ですよこれ。ナイスボール、ボイドも石ですね。相手の目をじっと見据えて隙を伺います。バンダムの手数がぐっと減りました。このラウンドです。プレッシャーかけてるのはバンダムですけど、はい、お腹効いてますね。あのもっと前蹴り連打した方がいいですね。左のフック、左のストレート、フランシスコ・フィリオ。第2ラウンドも時間がなくなってきました。バンダムのローはどうやら見切ったようだ。最後のミニフック、最後ナイスパンチで締めくくりました。第2ラウンド、右のダブルフック、これフィリオ独特ですよね、はい、このダブル左も打つんですけど、こうやや後傾なんですけれども、はい、確実にヒットしていきます、はい、思えばこのフックで一撃神話というのも始まったわけですから ね、 でも今日のフィリオ選手は本当に空手ですね。あのロイドなんかの対決もこれ今回も空手の式の戦い方ですよ、ね、ブラックのロイドバンダムに空手マッチ、空手ファイトで勝負しているフランシスコ・フィリオ。前蹴りが何度となくボディに刺さっています。ファイナルラウンド、さあ A ブロックファイナルラウンド、第3ラウンドのゴングです。もう連打しかないですね、あそこの。ややバックステップ、フィリオ左のジャブダブル、ローを返していきます。バンダム確実にガードをして前に出てくるロイド・バンダム。フィリオはこのガードを果たして打ち抜けるか。左のジャブです。すり足で左右に動きますフィリオ。ちょっとフィリオ選手がリズム乗ってきましたね。そうですか、乗ってきましたね。さあ連打でいく、大きく返していくバンダム。あでもフィリオがロード嫌がってますね。ちょっと今足を後ろに下げるような嫌な避け方をしました。珍しいな。極真の世界王者としてもう一つの栄冠 K1 の頂点、そこに照準を絞っています。あっとこれもまたローブロー。今はタイムスト、バックスピンで入っていったところに足が待っていました。ロイドバンダム選手の蹴りがフランシスコ・フィリオ選手のパスプリに入った。この日2度目のローブロー、
時計が当然止まります。回復を待ちます。このシーンです。だからローを狙ってるんですけど、まあ、どうしてもあのローを蹴ると何か動いた時に下腹部に入りやすいですよね、バックスピンで行ったところ、そこにローキックが股の間からでしたが下腹部に入りました。また注意1になります。前蹴りのフィリオ、新たな夢 K1 の頂点に向けてここで止まるわけにはいかない。極真世界王者フランシスコ・フィリオ、ジャブ出しましたね、フィリオ、ガードをこじ開けるか。不沈艦のロイド・バンダムを果たして沈めることができるか。フィリオ選手の9のところ見せてますよね。左のフック、やや浅いか。ガードが硬いバンダム、しかしそれをこじ開ける。フィリオのパンチをね食らってね、あんな倒れないバンダムはすごいですね。ああいいですよ、ナイスコンビネーション。 そこまでね、ワンツーがローマで続けたですね。ワンツーからローキック、コンビネーションを見せてきた。動きが俄然良くなってきた極真世界王者。ロイド選手はちょっと動きが単調になりましたね。あのフィリオ選手のジャブでストレートで入っていけなくなりましたね。前蹴りと頭前蹴りです、ね、この前蹴りがやっぱり効いてるんですね。前蹴りでペースをつかみました。リズム取るのにすごくいいですよね。そしてハイキック、フィリオの技が、コンビネーション、いろいろなものが出てきます。右のミドルバンダム、相手に決定的なダメージを与えることには至っておりませんが、この手数、そして確実にヒットしているのはフランシスコ・フィリオ。ポイントをおそらく稼いでいる。いつも乗ってますよ、本当に。左のジャブをお互いに伸ばしていきます。今フィリオ選手よくしましたね。やっぱこの中段蹴りが効いてますね。残り30秒、前蹴りいいですね。前蹴りいいですね、中段の前蹴りが。決勝戦は残り30秒すでに切っています。まだフィリオが出ていく。ワンツーからのコンビネーション、やはり極真空手王者フィリオに流れを呼び戻したのは空手のテクニックでした。空手のテクニックですね。前蹴りでいく、そしてワンツー、空手がこの極真空手王者を走った。 KO の舞台で、 K1 のリングでフィリオが大きく羽ばたいています。笑顔に変わりましたフィリオ。さあこれから判定です。しかし何か勝利を確信したような、そんな表情にも見えました。いや谷川さん、相当今日はいいコンビネーションを見せてきました ね、 あのフィリオ選手の本当にですね、はい、器用な部分、はい、テクニカルな部分が、あのキックボクシング的じゃなくてですね、そうですね、空手の中で見えたっていうのは僕は今日嬉しいですね、はい、まさにこれ極真空手ですよ、この戦い方は。極真世界王者という肩書きを得て、うん、そして K1 のリングに飛び込んできました、はい、その時にはあのボクシングの方に寄っていくんじゃないか、そうですね、ボクシングテクニックにちょっとこだわった時間がありましたよね。だから防御と、ね、攻撃、あと上と足と、ね、はい、手の攻撃がちょっとバラバラになっているところがあったんですけど、今日はなんかそれを全部消化してもう一回体に戻したっていう、そんな戦い方に見えましたね。やはりフランシスコ・フィリオ、極真世界王者、その王者の風格がまた戻ってきました。判定の結果、さあこれから判定です。東京ドーム行きが決まります。29対29、ドロー。まずはドロー。ジャッジ大森俊則、30対29、差がついた。青ロイドバンダム、ロイドバンダムです。まずはロイドバンダム、29対29、ドロー。ストララウンドに入ります。ここまで険しい道のりが用意されていたとは。極真世界王者の前にまた一つ大きな壁、エクストララウンドに向かいます。取ったと思ったかもしれませんフランシスコ・フィリオ、しかし差はついていませんでした。エクストララウンドです。東京ドームへの道はやはり遠く、そして険しい道のりです。だけどフィリオ選手はですね、これ動揺せずですね、こんな戦い方でいいと思うんですよね、さあバンダムが今度は前に出てくるか。このラウンドだけの判定ということになります。ですね、フィリオ選手は本当勝ってたと思ってたと思うんですよ、ちょっと今そういう雰囲気の表情してましたからね、終わってね。そういう意味ではですね、勢いづくのはロイドの方でしょうね。これでもう一度やれるんだというふうに思ったのはロイドバンダム。この選
精神的にここでですね、フィリオ選手立て直した方がいいですね。この試練を果たして極真世界王者フランシスコ・フィリオは乗り越えられるか。コンビネーションで出ていく、そして前蹴り、空手に立ち返った世界王者のフランシスコ・フィリオ、そこに勝機を見出すか。しかし非常に打たれ強いロイド・バンダム、フィリオの前にもその持ち味を十分に発揮しています。1分が経過、残りは2分。まあもうこうなったら倒してほしいですよね。しかしお互いにやっぱ完全決着してほしい。ここまでもつれた。あ、いいの、カウンターいいですね。フランシスコ・フィリオ、ロイド・バンダム、何かこう決着をつけない限りはその先にもう進めないような異様な状態になりました。右ストレート、でもロイド選手も打たれ強いですよね。フランシスコ選手のあれだけのパンチもらって、ガンガン前できますから。極真時代も数々の試練を乗り越えてきました。100人組手も貫通しました95年。そして K1 に乗り込んできて、大きな壁、空手家として打ち当たった壁を乗り越えてきた。一つ一つクリアしてここまで来たフランシスコ・フィリオですが、今日の敵は難攻不落ロイド・バンダム。やっぱ頭が硬いんですよね。左右の連打、そして左のジャブ。ロイド選手はローキックにかけてきましたね。そうですね、かけてますね。ロイド・バンダムはこのローキック、右のローキック1本。残りは1分。さあ、残りは1分です。あ、いいぞ。フィリオのパンチ。倒してほしいね、お互いに。倒してほしいですね。うん、頑張ってほしい。左のジャブ、両者とも疲れも出てきました。やや動きも鈍くなってきたか、ロイド・バンダム。右の膝、これはかわしたフィリオ。フィリオ選手も若干疲れてますね。そうですよね、口で大きく息をするシーンもあります。右のフック、そして右のロー。手数ではフィリオは出ています。前に出る、いってますよ。いいですよ、フィリオが前に出る。残り30秒。さあ、残り30秒、エクストララウンド。ああ、これ本当にもう果たして差はつくか。空手の延長戦と一緒ですよね。そう、最後の最後ですね。右のアッパー、右のフック、ここで引くわけにはいかない。極真の名にかけてもフィリオはここで引くわけにはいかない。残り15秒切った。さあ、ここでアゲンスト、アゲンスト、空手の延長と一緒、うん、ここでラッシュをかけるフランシスコ・フィリオ。ゴングと同時にラッシュが止まりました。再び判定です。両者とも非常に苦しい表情です。しかし最後まで手を止めませんでした、フランシスコ・フィリオ。難攻不落のロイド・バンダムを最後まで苦しめています。さあ、判定に再び入ります。差がついているのか、それとももう一つの延長戦に入っていくのか。最後ゴングまでの15秒間フィリオは手を止めません。アグレッシブさでありましたよね、フィリオ選手が。最後追いかけて、追いかけてパンチのラッシュをかけていきました、フィリオ。今は判定の結果を待っています。東京ドームグランプリファイナルへの道のりは、今年フィリオに数々の試練、ハードルを用意してきました。ラスベガストーナメントでもまさかの1回戦敗退、判定に泣かされた結果になりました。そこからもう一度チャンスを得て這い上がってきたフランシスコ・フィリオ。今日2度目の判定です。10対9、差がついた。赤フランシスコ・フィリオ、まずはフィリオ。ジャッジ大森利史、10対10、ドロー。2人目は差がつかず。10対9、赤フランシスコ・フィリオ。フランシスコ・フィリオです。東京ドームグランプリファイナルへの切符を手にしたのは、極真世界王者フランシスコ・フィリオです。聖魂尽き果て、アンドするフィリオ。決定的な差はなかったものの、左の前蹴りで効果的にバンダムの突進を止め、パンチも常に連打するなど、テクニック面で大きな成長を見せた。そして最後に物を言ったのが、極真戦士ならではのトーナメントに対する粘り強さか。ニコラス・ペタスに続き、極真2人目の決勝ラウンド進出を決めた。
Guys, let's go. Congratulations. Thank you. You must be happy now? Very, very. 嬉しいです。Okay, you have the ticket to the Tokyo Dome. Yeah. And Nicholas Pedestus also. They're both from Kyokushin. Who do you want to fight? Anybody, except him, Nicholas. What if you fight in the finals? And then we fight. And then we fight. What did you say to Isobe Shihan? Thank you. And your daughter? Thank you for the help. Yeah, for cheating. And your wife? Same. Yeah, I just love it. Yeah, but congratulations. And one word to the fans, please. Thank you for support. I just won because they want me to win. I mean, that's it. Thank you. Thank you. Well done, eh? Thank you. After three rounds, if they make the decision, I think, okay. But the fourth round, first of all, he made much more points. The long kick, to tell the boxer op je hand goed is. Dus niet te geloven. Niet te geloven. Thank you, brother. ということでレイセフォーが、試合終了後視力低下を訴えまして、医者の診断の結果眼窩底骨折の恐れあり試合続行不能とドクターが判断しました。ドクターストップで決勝戦には進めませんということでルール通りその時の対戦相手でしたマーク・ハントが決勝のリングに駒を進めたことになります。いやしかしこのマーク・ハントあれだけの戦いをしていながら全く表情が変わっていません。さあ最後のチケットをつかむのはどちらだ、アダム・ワットかそれともマーク・ハントか。いや本当にマーク・ハントケロッとしてますね。ケロッとしてますよね、びっくりしますね。同じようにノーガードで同じようにいや打たれてますよ、マーク・ハントの方が打たれてると思います、いやこれでも長嶋一茂さん、はい、同じ格闘技をやってるものとしてね、はい、考えられないですよね。あの脳から出る、ね、神経がどこに行ってるんでしょうね。あっとこれはこれはスリップ、これはスリップ。どうだ。あの、のりかさんもおっしゃってましたが、はい、あれだけ受けた衝撃はどこに消えてるんだろうというね。そうね右そしてボディさあ来ているそのマーク・ハントが早くも前に出ている。もうパワーのハントと、あいいバックピンキックはアダム・ワット。テクニックのアダムですよね。本当ですね、パワーとテクニック、対照的な形になりました。はい、さあ石井館長、これね、この戦いはどうでしょう。さっきからどうして倒すのかなと思ったんですけど、マーク・ハントってやっぱ顔で倒れないと、やっぱり、ボディで倒すしかないんじゃないですか。やはり、バンダム同様、ボディを狙うしかないですかね。あとはもうチンで、あのチンじゃなくてテンプルですね。テンプル、なんかボディも効きそうにないですよね。そんな気がしますよね。だから顎はめちゃめちゃ強いですね。あの顎、そしてあの上腕からあの肩にかけてのあの筋肉の盛り上がり、そして首の太さ。僕1回戦も言ったんですけど、アダム・ワットってものすごく気合い入っててですね、はい、
今回も友達とかトレーナーとかですね、優勝するんだって言って本当に7人から10人ぐらい連れてきてるんですよね。あ、なるほどね。まあ、みんな選手は優勝するつもりで来てますけどね、はい、だからもの体重10キロもアップしてですね、はい、もうこの敗者復活戦というか、はい、もう最終予選に焦点を合わせてですね、うん、まあ、一番最初に準優勝だったんで、ずっとトレーニングしてきたと。なるほどね、今回もこれ26キロ差がありますがね、あ、かかと落とし、お、空手魂を見せたアダム・ワット、そして膝、あ、でもいいですね、はい、そしてそのレイセフォーの代わりにこのリングに立っているのがマーク・ハント、そして膝、かかと落とし、そして空手魂のこもった攻撃を見せているのがタイグローブ・アダム・ワット。アダム・ワット今のところですね、本当にうまく、あのテクニックですね、はい、マーク・ハントの攻撃かわしてます。そうですね、ゲームとしてはアダム・ワットの方がいいですね。ああ、そうですか、あのリーチをうまく使ってますよね、はい、そういった時折出す後ろ蹴りが効果的になってますね、うん。さあ、第1ラウンドが終了しました。アダム・ワット、マーク・ハント、勝った方が東京ドームへのチケットを手にします。1回戦の相手レイセフォーは眼下底骨折の疑いあり、ドクターストップがかかっています。さあ、先そのマーク・ハントの攻撃、いや、でもこのラッシュシーン、うん、ラッシュはしてますけど、アダムの方がいいですね、あの柳に風という感じでね、うまくこのパワーを透かしている感じがしますね。そうですね、第1ラウンドはアダム・ハントのペースでしたね、はい。セカンドさあ、第2ラウンドが始まりました。先ほどからお伝えしていますが、このアダム・ワットは館長、はい、91年から94年聖堂会館の本部で打ち弟子生活を、ね、受けたんですね。そうですね、ですから、あの肩甲落としが出ますと ね、 ね、ああ、その頃のという感じが、ね、しますが、蹴り技とか変わってないですよね。ああ、そうですか、ね、左フック、共に左フック、これなんですよね、これですね、もうずっとアダムのペースだったんですけど、はい、一発で変わっちゃうんですよ、一発で、一発で全ての流れを破壊する、これがマーク・ハントの怖さ、なんか新しい破壊王が生まれたって感じですよね、全てを、全ての戦略を、全てのテクニックを破壊する男、マーク・ハント、完全にアダムのペースでしたけどね、イグランドはね、戦うたびに強くなってるっていう、そしてあの、あ、チケットをつかむ、まだ消えてますね、まあ、どうか、ダメージはどうか、まだ時間はたっぷりあります。さあ、飛び込んでくる、あと一度のダウン、さあ、アダム・ワットしのげるか、聖堂魂、空手魂でしのげるか、アダム・ワット膝、しかし全く、まさかダメージがないか、最後のフック、しかし前に出るマーク・ハント、膝を出す、膝を出す、いやー、もう膝も続きも出してますよ、アダム・ワット、出しましたよ、全くでも効きませんね、結構ね、喧嘩屋なんですよね、喧嘩屋、昔あのジェラルド・ゴールド、あーと、そのバックハンド、あー、ジェラルド・ゴールド戦った、あの目ん玉に指の入れ合いしたこともありますからね、あっと右カウンターだが、しかし全く効かないマークハンド、もうアダムもタフだなと思ってるんじゃないですか、これ結構いいパンチ、自分では手応えあるんでしょうけどね、試合のペースは完全に握ってるんで、どうやって、あ、イービー取った今、はい、さあ残りはあと1分、さあ1分しのげるか、アダム・ワット、あと1分の間にもう1回ダウンを奪えばマーク・ハント勝利が転がり込む、バックハンドブロー、これも見切った、マーク・ハント見切っています、一つの秘密兵器といわれたあのバックハンドブロー、膝が欲しいよね、あ、しかし、おっと、バックスピンですが全く効いた素振りはありません、微動だにしないマーク・ハント、攻撃が入ってるんですけどね、残りが30、さあしのげるか、アダムの攻撃が入ってますよ、入ってるんですけども微動だにしません、うわ、そしてこの重いパンチ、さあ膝を出すアダム・ワット、しかしマーク・ハント前に出る、追いかける、追いかける、さあかわす、かわす、ワット10秒切った、右、あっと危ない、しのぎ切りました。
マーク・ハントがアダム・ワットから2度のダウンを奪っています。しかし重いパンチです。宮城さん、これね、2発当たっただけなんですよ、2ラウンド、その2発で、ダウンしてるんですよね。恐るべしですよ。それまでにアダム・ワットのパンチが何発当たってるでしょう。これ今も当たってますよ。当たってますよね。この後です。この後これ1発当たったら、本当にね、キレのあるフック打ってるんですけど、倒れないんですよね。倒れないですよ。でもその後、あのアダム・ワットの反撃は、石井さん、見事でしたね。頑張りましたよね。何かこういうのを見ていると空手家魂、格闘家魂との感じますがね。だからもう倒すんだったらテンプルへ、テンプル来ちゃない、もうテンプルへ膝、膝しかないですね。さあ、これからファイナルラウンドへと入っていきます。いや、やはりこのマークハントを倒すのは至難の技、逆に言うと攻撃食らっちゃったらダメですね、はい、もうその時点で終わりですよね。しかし33歳のストレートこらえたアダムワット、あっと流血、今肘が当たったというふうにアピールしていますが、いっぺんに今鮮血が飛び散りました。さあ、ここはそのまま続行、そのまま続行させます。アダム膝使いたいね。いや、でもこの戦い見てると、のりかさん、はい、何か頭下がりますね、アダムワットもね。素晴らしいですね、ファイナルラウンド何かが起こりそうですね。お、バックスピン、このバックスピンはいいですね。何かこう、あの諦めない凄さ、一茂さん、はい、何かいう魂みたいなものを感じますかね、アダムワットにもね。そうですね、自分がやろうとしてる全てのことをやってる気がします。そうですね、本当そうです。あ、悔いを残さないように、ね、あ、来た来た来た、諦めてないですよ、膝、そう、膝です。アダムワット膝、はい、膝、膝だ、膝だ、膝だ、この膝で勝負、また全ての、また全ての流れを、なんであの一発で一発で破壊してしまうマーク・ハント。たった一発なんですよね。たった一発なんです。それまで何発も何発もアダム・ワットが懸命にパンチを、そして膝を打ち込んでるんですが、一発で流れを変えるマーク・ハント。さあ、これは今のシーンです。ちょっと嫌がってますもんね、マーク・ハントがね。この後です。ここまで、ここまで追い詰めた後、オープニング上では試合が止められました。アダム・ワット、この傷で試合続行不可能。アダムとしては悔しいでしょうね、テクニック的にもね、自分がね、本当に勝ってた試合なんですけども、はい、恐るべしマーク・ハントですよ。いや、このマーク・ハントの強さは恐るべし。マーク・ハントが結局また相手を戦闘不能に追い込んで、この B ブロック優勝を決めました。東京ドームへのチケットをパワーで掴み取ったマーク・ハントです。フランシスコ・フィリオとマーク・ハントの2人が最後の生き残りとなった K-1 ワールドグランプリ in 福岡、そして21世紀最初の K-1 グランプリファイナルは目の前に迫っている。マーク、Congratulations. Thank you. Hey, Dave. I think this was the happiest thing that I think you felt. Yes, it is. I met so many other ones, so
and the ticket to Tokyo Dome. So Tokyo Dome, here I come. Yeah. Tell us a little bit about the fight. I was just lucky to win, actually, yes. Yeah, it's a hard fight, but yeah, it's lucky, so. It's just luck? No, I tried very hard to win. I was just a bit of out of gas, and my timing wasn't right, but fitness is pretty slack, so just lucky on my fitness, yeah. And also to your fans in New Zealand. Just like to say hello to my mum and dad and my family and friends in New Zealand and to my girlfriend in Australia. Hello. Tokyo Dome, made it. Tell us about the fight. It was a good fight. All the credit to Mark, he did the right thing to do. He had a hard fight before mine and he came out through what he had to throw and it worked. I couldn't move much because I damaged my foot against Bernardo. That's why you see me kicking against Bernardo, and against Mark I couldn't kick. But this year was a test year for me. Next year is the big year for me, K1. I came into K1 this year just to level check, to see what's happening. And I think by knocking out Bernardo, I'm up there. I mean, he doesn't get knocked out by nobody, so I have the potential to knock everyone out. If I'm fit and no injuries, so I'm very happy with my year this so far. You showed us two beautiful fights, one very clean knockout and one very Sato spirit sort of fight. Please say a word to your fans. That's the way I fight. I either get knocked out, I make them carry me out, or I carry them. Or they get carried out. I mean, I don't come to lose on points. I come to knock out or lose to knock out. I mean, that's the way I fight. Thank you and good luck next year. Thanks. Ray, too bad of the, you won the fight, but you can continue. Tell us how you... Well, you know, a little bit sad, but... Excuse me. You know, that was the, it was a good fight, but, you know, I was ready to go out. Unfortunately, you know, my eye was a little bit blurry and the doctors wouldn't let it go. And I said, I'm fine, you know, even though it's a little bit blurry, I'm fine, I'm ready to fight. But the doctors had to stop it, so... You know, I just was really ready to come to the Grand Prix. So. But either way, you know, I was happy with. I said to the media that Restifo was coming to fight, and that's exactly what happened. You know, I also said that. I'll be back 100%. I just wanted to say hello to my fans and all the fans of K1. I hope you enjoy the show. I hope you enjoy the fight. And God bless to you all. And Recife will be back. God bless. Thank you. Thank you, and hope to see you back. All right, my man. Definitely, we'll be ready.激闘の翌日、東京フジテレビにおいて決勝大会のトーナメント抽選会が行われた。最後に残った推薦枠は人気投票によってピーター・アツに決定。これで8名の選手が出揃った。レコ、ペタス、イグナシュク、ハントという新顔が加わって新世紀にふさわしい新鮮な顔ぶれとなった。 2001年12月8日、 21世紀最初の世界一強い男が誕生する。